はい、こんにちは、勝間田です。今日はこちらのお手紙、はい、こちらの手紙、兄弟だね、6歳と4歳颯太くんと大和くん、お手紙対応、お店みたいになってるね、本当だ勝間田って書いてある。どうやって開けよう。セロテープですぐ頑丈に。読み込み完了。何が入ってるんだろう。見てないから分かんない。君のデータだ。お、かわいい。 EV バリアード、ブーバー、いいね、うん、EV 使おう。あとでももう一個ガオレ、ソータくん、ああ、兄弟で分けてくれた。そう、兄弟で多分分けてくれたと思う。で、一匹ずつ使ってくる。そうだね、ソータくんがお兄ちゃん。うわ、ソータくん強い。わガオガエメルタ、うわ、メルメタル。これはね、あのアニメイラストのやつ、うん、カイリキとジャラランガと、おお、ウルガモス、強い、ね、強い。お兄ちゃんの方が強い。後でにしようかな、お兄ちゃんの方は。困った時に使うじゃんね。ああ、あやべえ、効果抜群だ。バリアブーバーもバリアードも効果抜群だよ。あ、鋼でいいや、メルタでいいや、電気ショック。お兄ちゃんの方からもやっぱ使おう、メルタ。これ俺がね、もうコンボボーナス持ってるので、コンボボーナス。ちょっと寒いな、やっぱ非常に寒いこと。今日最近の中で一番寒いしね。え、昨日のが寒くない？そう、俺昨日のが寒いなって思ってたんだけど。やばい、今度お尻が寒い、下に引いてたから忙しい。メルタンでいきましょう、はい。え、今 EV さ、コンボボーナスあったの？全然忘れちゃったんだけど。ないんじゃない？なかったよね、うん、じゃあもしかしたら進化させないのかな。進化っていうかグレードアップさせないかも。いいね、やっぱ電気効果今一つ。あ、でもアチャマの攻撃食らったら効果抜群だな。そうだね。でもね、意外とサプライズアタックしちゃうんだよね、返り撃ちちゃうの。まずそう、ないか、この距離じゃないか、この距離じゃない、ここら辺ぐらいだったら。じゃあ何マスだろうね。6、7ぐらい、8ぐらいまであるよ、うん、あ、耐えたね。耐えた、でももう受験が近い。メルタンでいっとこう、一応。いやー、返り討ちがあってほしいな、これは。ないー、ないね。赤防御、はい、よし。あ、でも35はね、ダメだと耐えれないと思う、多分。今一つ、あー、耐えたすごい、一番いい、これ11秒、これ大丈夫だよ、うん、これ5狙ってまだ樹海が前に進んできてくれるから、いいんじゃない、すごい、ね、すごい。急所当たってもそんなにもない。いっぱい、あと1回はいけるね。あと、いや、まだまだいけるよ、まだいける、まだ全然いける。あー、やっぱノーマル技結構食らうね、やっぱ電気にしよう。あ、あと1回で、この俺ら、あ、そうだね、この2人は。あ、避ける、でも避けてもな、意味ないんだよな。当たってほしい、当たってもう自動的に、よし、ないです。これね、もうあとこう、ね、時間、そう、時間がもったいないから。じゃあ次はどうしますか。一応避け、はい、まあ7秒あるからまだ全然大丈夫、避けても避け、あ、いいね。メルタンは倒れて、どうしようかな、誰使おうかな。バリアード、はい、ヤマト君の
まあ、いい意味でいこう。やられちゃうから先に。多分これで攻撃しても多分倒れないと思うんだよね。もう一回ぐらいいけると思う。できればダブルラッシュとかそういう2回攻撃が欲しかったよな。あと1回攻撃したいもん。マリアードでいけるんじゃない。急所当たっちゃった。マリアードかわいい。ずっとやってるから。ずっとやってる。映画と一緒。名探偵ピカチュウだったかな映画で。見た見た見た。名探偵ピカチュウじゃない。あ、名探偵すごい、すごい。あ、名探偵ピカチュウ見た見た。あの、喋るよ。喋るやつ。そうそう、めっちゃ面白かった。ちゃんと お母さんがお父さんからちゃんと。ああ、そう、マスターボールの絵があるよ。お、進化チャンス。メルタン進化する。あ、イーブイかな。イーブイじゃない。イーブイだな。あ、メルタン。そっち。これグレード4だからすごいいいよ。ああ、頼まれてるから。幻のポケモン、伝説のポケモン捕まえてくださいって。ああ、マスターボール。マスターボールだから出るんじゃない。マスターボールね。なんかあとラプラスみたいなのもいるから。ちょっと違うかな。あー、220。あー、叩けない。やばい、ボケ。いやー、全然叩けなかった。あとやっぱ急所がでかかったね、最後のね。まあまあまあ、いや、まあ出てくれるでしょう。これ10回に出てくるな。ハガネールとハガネールハガネールとハガネール。ムーバーにしとけばよかったな、これだったら。あー、まあね、効果抜群。ほんと寒い。ここ寒いね。バトルボーナス1枚多く使えるようになったぞ。どうしよう、バリアード行ってみようか。イーブイでも体力ないから行っとこう。じわじわ来るこの同じ2人。この場合20狙っていきます。いい当たり。まあ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 、やっぱグレード3の方がちょっと食らってる。よし、オッケー。あー、防御入った。防御入ったな。もう防御入りの急所はさっきの攻撃と一緒だね。よし、ガオガエン使おう。ソータくんからの。滑ったね。あ、ウルガモスもいる。ウルガモスもいいんじゃない、この話。ウルガモルか。ここは狙ってません。倒れてもう変えた方がいい。じゃらなんかも出しとこう、レックザ用に。あ、そっち。そっち本当に。まあでも次もうあのハガネールまだいるから。いや、むしろ EV 頑張るな。最初からね。あ、来た。あー、いいね。いいよ、フレアドライブ。あー、まあ10じゃ大丈夫。サプライズアタック、はい、効果抜群、はい、開放者。おー、いいね、グレード3は倒した。イーブイマジヤバくね。イーブイこれラストまでいける。イーブイいけるよ、ラストまで。よし、ハイスコア、ハイスコア。はい、すごい、なんかめっちゃ硬そうじゃない今。確かに。ガチガチだね。
そういえばなんか鋼タイプの超強い技をみんなで考えてみたいな企画がポケモンであったけど、うわー2連続ハイパーボール、次マスターボールよきっと。なんかみんなが考えた鋼技のやつどうなったんだろう。なんかあったんだよ、応募しようかなと思ったけど忘れちゃった。うわっ、まあ、どっちも行ったよ。じゃあグレード4出すわ。いやマジか、2連続ハイパーボールじゃ3回目もちょっとね期待が、おたけびを浴びてポケモンを呼び出そう。いきまーす。あ、これ超叩けてる。おお、めっちゃ叩けた。いるね。イワークがいるんだ。いるね。来ない。しんどいな。ねえ、これはしんどい。これは本当にしんどい。しょうがないな。こういう時もある。めっちゃ EV が頑張ってくれた。EV の動画やこれは。まあメルタもグレードアップしたし。さあハイスコアどうでしょう。ちょっと解き明かしたいね。どうやったらハイスコアが出るか。そうだね。今回のバトルスコアが出たぞ。ハート丸は。全然ハイスコアじゃない。おいいね、グレード42体。これは結構これでいい。はい、ということでお手紙下の動画の概要欄に住所書いてありますので、そちらに送っていただけると届きます。それではありがとうございました。また明日。